木藤雄二は、日本の男性プロレスラー。愛知県小牧市出身。愛知県立小牧高校を卒業後、ジャビー、東海プロレスで、アマチュアデビュー。その後、岩ジャパンに入門し、1997年3月10日、千葉、立山市民センターでの佐藤隆選戦で、プロデビュー。2000年には、アメリカ遠征を結行し、BZW ヘビー級王座を奪取する。 帰国後はヒールに転じ、ブレーキの壊れた原付きの異名を取り、タイガー・ジェット・シンと暴れ回る。2002年、シンと決別して、岩正規軍復帰。2005年、岩を退団。2006年11月、ブレーブスハタアげに参加。リングネームを、ユージ・キトとして、ヒロ・コンドーとアロマ・ナックルズを結成。2007年、フリーに転向し、地元のデップなど、 インディ団体を転戦する。2011年1月29日、スマッシュワールドトライアウトに出場。以降スマッシュに、レギュラー参戦。なお、スマッシュには、当初本名で参戦していたが、矢後義明より解明を進められ、6月20日より、紀藤勝利と改める。だが、改名後初の試合で振るわず紀藤拓也に、再解明した。 なお、スマッシュ以外のインディ団体では引き続き有事紀藤を使用している。2012年のスマッシュ解散後、田尻よりレスリングニュー、クラシック入団の誘いを受けるが参戦はするも、所属契約は拒否し、自主工業、クズプロを6月2日に新規バファーストリングで旗上げすると発表した。クズプロ旗上げ後は、リングネームを紀藤拓也に統一した。 2014年6月を最後に、主戦場の WNC が活動停止。7月17日の WNC レイナ、新規和大会より、リングネームを本名に戻す。その後はレイナ及び頑張れプロレスを中心に活動。2015年4月、アスカプロジェクトへの所属が発表された。また、VKF で結成された、岩連合軍では、デッドボール、紀藤のリングネームで戦う。 2019年3月18日、所属していたアスカプロジェクトが後楽園ホール大会をもって解散。囲碁フリーとして活動。ありがとうございます。